快楽主義は、感覚的な快楽を幸福と捉え、これを算出する行為を正しい、良いとみなす倫理学上の立場であり、幸福主義の一種である。快楽主義は、その存在の側面と同意の側面から二種に分けられる。人間は、自分が心良いと思うように行為する、という人間観である。人間は快楽を算出する行為をなすべきである、という規範である。 そのなすべき行為のために考慮する快楽が自分自身のものだけであるかという利己主義、当該行為に関わる人々すべてのものであるかという公理主義で区別される。エピクロスとエピクロス派は最も有名な古代の快楽主義者である。エピクロスは哲学的施策のうちにこそ最高の快楽が含まれると考え、体の健康や精神の平成を奨励した。倫理的利己主義の一種。 快楽主義を主張し社会の原理として提唱したのが、ベンサムの功利主義である。彼は、快楽を強度、持続性、確実性、遠近性など7つの尺度で計算できるとし、その総計を社会全体において最大化する行為を、善悪の基準とみなした。j s ミルは、ベンサムの快楽主義を修正し、快楽にも、質の差があり単純には計算できないとする。 質的快楽主義を主張した。行為に結果として付随する、はずの快楽そのものを目的として得ようと、努力すればするほど帰って快楽を得るのは難しくなる、という逆説。例えば、スポーツで最も心よい瞬間は、脇目も振らずそれに打ち込んでいる時であるが、快楽を気にしすぎていては、スポーツに熱中できず、従って、快楽を目指していない時の方が帰ってた量の、 快楽を得ることができるというもの。永遠に最高度の快楽を与えられ続ける機会が発明されたなら、快楽主義者は死ぬまで快楽機会を使い続けるのかという批判。これに対する快楽主義者の返答としては、論理的には使い続けると答えるべきであろうが、実際はそうはならないのはしようがないことである。例えば多くのキリスト教徒は、 死後永遠の命が約束されていると自信を持って言うにもかかわらず、たかだか長くて百年程度の期間ですら神に捧げることをせず、自己の快楽のために動いたりするものである。すなわち理論と実践を混合するのは誤りである。などといったようなものがある。g ムウーアは善を自然物によって定義する態度を自然主義的語彙と呼び批判した。快楽主義は善とは 解であるとする倫理学説であるので、自然主義的語尾にあたる。ありがとうございます。